皆さんこんにちは、マイスターです。こんにちは、アシスタントのコウメです。今回もガンダム無双さんをやっていくよ。前回はチュートリアルで終わっちゃいましたから、今回からが本編開始ですね。そうだね。それでこのガンダム無双さんはどんな感じのストーリーなんですか？まだ詳しくはわからないけど、どうやら謎の世界にガンダムのキャラたちが迷い込んじゃったみたいな感じのストーリーみたいだね。ガンダム無双みたいな感じのストーリーなんですね。というかガンダム無双さんってフルボスなんですね。いや、僕も驚いてるよ。聞いてた話ではガンダム無双シリーズって一番最初の作品であるガンダム無双以外はボイスがないって話だったんだけどな。このガンダム無双さんはキャラも増えてるし、これでフルボイスとかマジで豪華なゲームすぎるだろ。やはり神ゲーだったか。私たちが関係ない話をしている間に会話が進んでるんですけど、こんな世界に飛ばされてもコウさんはしっかりと情報収集をしてたみたいだね。これはできる連邦軍人。行ってみようか。他に手がかりもない。まあそんなわけで行って調べるみたいですね。何ですか問題って？別にそんな大した問題じゃないんじゃないかな。その近くで所属も何もわからないやつ。この世界でも争いは絶えないというわけか。しかし戦争ごときで僕たちが調査をやめると思ったら大違いだ。ここは調査を強行するぜ。それには交際も必須ですよ。時には無理な調査も必要なんだよ。さてそれじゃやっていこうか。味方部隊が右側から攻めてるし、僕は左側から攻めていこうかな。前作と違って中立フィールドって概念がありますから、できるだけ手分けをしていきたいですね。まあ仲間のルートはともかく、僕の通ってるルートはとりあえずにフィールドは安全に確保できそうだね。仲間の敵より早くパートナーゲージが溜まるようになるフィールドに着きそうですね。今回のマップだとそんなに確保した方がいいって感じのフィールドがないから、あのフィールドを取れたらだいぶ楽に戦えそうだね。あっ取れた。これで残ってる敵フィールドは3つだけですね。なんか想像以上に楽なミッションだな。まあこのミッションは最初のミッションですから。言われてみればそうか。ガンダム無双2で後半から難易度が高いミッションとかをやってたから感覚がバグってたよ。あの難易度と同じ感覚でやってたらどのミッションも楽ですよ。僕はもうあの難易度じゃないと満足できないのかもしれない。満足できないってよほど戦えてはいませんでしたからね。ハードはどうしても引き受けメインになっちゃうから、あれは普通の戦い方なんだよ。見栄えを意識してたらクリアできない難易度がハードということですね。そんなわけで残るはずきの本拠地だけか。いや、これは一番最初のミッションだからってさすがに楽すぎませんかね。なんかボスキャラ的なやつも一人も出てこなかったね。まあ今回のミッションは所属不明の勢力同士の戦争って言ってたし、ボスキャラはいないのかもしれないな。そんなことありますかね。というか絶対持っていましたけど、年間ダムなんか強くないですか？確かになんか使いやすくなってるよね。ダブルオーライザーも結構敵フィールドの制圧が楽だったけど、年間ダムはそれ以上なんじゃないかな。これがアクシブを止めた機体の実力ですか？あ、なんか出てきた。陸ですね。陸だと、さすがにそれは僕を舐めてるんじゃないか。そんな機体でこのニューガンダムを止めれると思うなよ。というか本当にこのミッションではボスキャラが出てきませんでしたね。今までの作品だとなんだかんだ出てきてたのに。そう言われれば確かに今までだと確実に出てきたよね。まあでも出てこないなら楽にクリアできるから、これはこれでいいのかもね。倒しちゃった。これでクリアですね。それにしても最初のミッションから撃破数400ってなかなか多いですね。別に稼いだわけじゃないけど、最初からこれならレベルとかも上げやすそうだね。ってなんかいつの間にか刹那が仲間になってるんだけど。なんか途中から援護してくれてましたね。これで早くも仲間が一人増えたか。現時点でもう勝てる勢力がいなさそうな構成になりましたね。さて、これで戦闘も調査も終わったね。いや、調査してたんですか？まあしてたんじゃないかな。ただ今回のミッションでの一番の収穫は刹那が仲間になったことだね。ってなんかもう一人いるんですけど。刹那と一緒にテファがいたみたいですね。なんか珍しい組み合わせだね。会話とか絶対盛り上がらないと思うんだけど。必要なこと以外会話をしなさそうですね。私はティファ。ティファーディー。聞かせてくれ。ここで何をしている？セツナも今会ったばかりなの？君の連れじゃないのか。アムロさんも同じ疑問を持っていますね。まあこの状況で一緒にいたら普通は連れだと思うよね。ただセツナはティファが倒れてるところを見つけただけってことみたいだよ。アムロさんとコウさんが一緒にいたから忘れてましたけど、みんなこの世界にバラバラに飛ばされてたんですね。むしろアムロさんがコウさんとすぐに合流できてたのは運が良かったのかもしれないね。というか今更だけど、ティファ以外は別の世界に来たって認識してなかったのか。まあ見慣れない場所って言ってもガンダム世界にはワープ技術もないですし、自分の世界だと思いますよ。そう言われればそうか。確かにアナザーセンチュリーズエピソード3でも最初は別の世界だと信じていなかったもんね。とりあえず今は一回状況を整理していくみたいですね。ようやくミッション選択の画面とかをいじれるようになったね。ここら辺は特に変わった
ませんね。変える必要がないからね。さてそれじゃまずは通信を聞いていこうか。あれ、ボイスがないですね。どうやらフルボイスだったのは最初だけだったみたいだね。そう考えると1作目はすごかったんですね。それで一旦情報を整理するって話でしたけど、今どういう話なんですか？どうやらみんな謎の信号を調査していたらこの場所に飛ばされたっていうのは共通してるみたいだね。となるとその謎の信号が怪しいですね。まあいきなり謎の信号を探すわけにもいかないし、まずはさっきの施設みたいなところを調査していこうか。さっきの施設にあった端末が今のところ唯一の手がかりですからね。それじゃ次のミッションをやっていこうか。ふむ、今回のミッションは降参限定のミッションなのか。これで今仲間になってる人たちの期待は使ったことになるね。ガンダム試作1号機はガンダム無双さんからの新加入機ですから、どんな感じか楽しみですね。ダブルオーライザーがだいぶ強かったからこの試作1号機にも期待しちゃうよ。移動速度は速そうですけどね。ならばこの移動速度が速そうっていう特徴を生かして中立フィールドを制圧していくしかないな。いやこれ速そうってだけで別に速いわけではないのでは。というか今さらっと出てきましたけど、今回はフルフロンタルが出てくるんですね。まさかあいつもこの世界に飛ばされていたとは。敵なんでしょうかね。名前は赤かったから味方ではないんじゃないかな。この世界に来てまで敵対してくるかは迷惑な奴だよ。ほんとというかお店がまでいるのか。本当にいろいろな世代からいろいろな人が飛ばされてきてるんですね。まあちょうどいい。フルフロンタルと戦う前にチャージ攻撃の確認がてら戦っていこう。練習台にされるお店が3に登場しますよ。僕に逆らうのが悪いのか。どちらが悪者かわからない発言ですね。あっ、確認し終わる前に倒しちゃった。ビームサーベルがメインの攻撃手段なので攻撃力が高く感じますね。まあでもあれだけ適当に戦っても結構余裕で倒せたし、フルフロンタルも敵じゃないのかもしれないね。さて敵フィールドを制圧していきますか。よっしゃ、マスター最速敵の本拠地ですよ。え、ちょっとやばい、早く逃げないと。完全にボーッとしてた。撃破されちゃいましたね。砲台がある敵本拠地がこんなに強いなんて予想外だよ。いやでも再出撃ができてよかった。と同じところから出撃させられるのかよ。いや、やばい、早くこのフィールドから出なければ。あ、危ねえ、あの空間で自分のゲージを全部なくすところだった。あいつゲージを削らずに相手の本拠地に入るからですよ。今まではこういうシステムがなかったから道なりに敵フィールドを制圧しても大丈夫だったんだよ。今作からはしっかりマップを見ましょうね。そうだね。まあ今のは撃破されたらどうなるかを確かめるために撃破されたと考えよう。なんてポジティブなんだ。それじゃ今度こそフルフロンタルと戦っていこうか。おいこの軍団野郎、お前のせいで撃破されただろうが。ここまで陸人の切り方も珍しいですよ。絶対倒してやるからな。まあ倒すの自体はそんなに難しくなさそうですね。なんか全然攻撃してこないね。あ、まさか僕が強すぎてフルフロンタルが満足に動けていないということなのか。当然それはないですね。まあでも攻撃してこないのも事実ですし、このまま一気に倒しちゃいましょう。お、ようやく奥義ゲージも溜まったし使ってみるか。今のが奥義ですか。なるほど、試作1号機の奥義は斬撃を繰り出しながら進んでいくって奥義だったのか。実は知らないからってあそこまで綺麗に外せるものなんですかね。軸がずれちゃうとなかなか当てるのが難しいから。でももうどんな奥義かは理解したし、次は当ててみてるよ。果たして次まで避難所が耐えれるのか。そこに関しては微妙かも。というかこのチャージ3攻撃って相手をゆっくり切るって攻撃なんだけど、多段ヒットしてるっぽくない？音的にはしてそうですけどね。もし多段ヒットしてるなら当てやすいし、1対1の時はこれを使っていこうかな。チャージ4攻撃だと広い範囲を攻撃できるんですけど、なかなか大ダメージってわけにはいきませんから良さそうですね。さて相手のゲージを全部削り切ったし、今度は安全に敵の本拠地を攻めていこうか。砲台が止まってしまえば本拠地は余裕だぜ。砲台がなくなると本当に本拠地が柔らかくなりますね。これはこのフィールドの確保の時間の問題かな。手を上げたら、なんだ、大丈夫か。無理をするな、アムロ隊員。こいつは俺が。アムロだと、という強行、連邦の白い悪魔、雪辱を果たす。
敵本拠地を守ってるのはガトーか。まさかガトー戦まで出てくるとは思いませんでしたね。僕もどうせフルフロンタルがここまで出てくるのかなって思ってたけど違ったね。しかもガトー戦の相手はアムロさんと交戦ってもう因縁すぎますよ。ならばその因縁僕が断ち切ってやる。くらいこれが一人のお前にできない技、コンビネーション奥義だ。いやコンビネーション相手のモノキ一般系なんですけど。まあ僕はモノキ一般系かでもコンビネーションを取ることができるからね。とやばい今度は2号機の奥義か距離を取らないと。は ?2 号機の奥義は核でしたね。いやおかしいだろ、なんで僕の奥義はただの拉致攻撃なのに2号機は核なんだよ。これが期待差ですよ。そう、もう僕たちの戦力ゲージもないしこれ以上落ちれない。とりあえず核を撃たれると一撃でやられるってことがわかりましたから、次の核が撃たれる前に倒したいですね。なんか想定外のタイムアタック始まったんですけど、まあでもここでリトライするわけにもいかないし手早く倒していこう。手が倒産全然食らってないんですけど、なんでですか。半分くらいまで削った気がしたんですけどね。もしかして今作はボスキャラも回復したりするのかな。可能性はありますね。そうなるとちょっと話は変わるかもしれないね。ここからは回復されないように攻めていかないと。で数の多さで削っていきましょう。よし奥義も溜まったし速攻使っていこう。え、ちょっとこれ抜けれるの？すみません、自作1号機と自作2号機の技に差がありすぎるんですけど。これは奥義側で戦うのが良さそうですね。奥義とは一体？まあ奥義はスキルを手に入れてからが本番ですから。しょうがない、ここからはチャージ攻撃主体で戦っていこうか。変に奥義を使うよりはチャージ攻撃を使った方が強いですからね。というか奥義を使わなくても僕にはブーストダッシュ攻撃があったわ。最初からこうすればよかったんだ。やはりこのゲームもブーストダッシュ攻撃が最強なのか。こうなるとなんで格で撃破されたんだって感じがしますね。ちょっとオシャレに戦おうとしちゃったね。まあ何はともあれガンダム試作2号機を倒せたから、これでこのミッションはクリアだね。思った以上に苦戦しましたね。今作は相手の奥義も強いみたいだから、これからは相手の奥義に当たらないようにしていかないとね。そんなわけで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、 Twitter のフォローよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。